こんにちは。時間的な自由と金銭的な自由が欲しくて、インターネットを活用している速稼塾の皆さん、私はね、今までね、もう分かりやすい正解を見せてきました。それは YouTube でこうやって顔出しをして、そしてですね、自分の知ってることや経験したことをずっと伝え続けることによって自分の信用は高まって、で、多くの人に視聴していただいて、たくさんのお金が集まってくるということなんですよ。これ以上に分かりやすい正解はないと思うんですよね。少なくとも私のように人生を再構築したいと思う方はできるだけ真似をした方がいいんですけども、ただね、不思議とですね、2つの点でそうなってないということが言えるんですよ。これね、強制するもんでも何でもないんですけども、私は顔出しをすることによって自分の人生の一部を切り取って放送することによって、等身大の自分を表現することによって信頼を得てると思うんですよね。だからそこには何の混じりっ気もないし、誇張もないし、偽りもないわけですよ。全てが辻褄の合う現実を見しているんですよね。そこには聞かざるものとか嘘がないわけですから、辻褄が合わないわけないんですよ、だからこれがね、顔出しの強さなんですよ。そして正直に話すことが一番なんですよね。隠れないですよ、本当に。もう自分をしっかりと出していく。だからリアルと同じなんですよ、ここはね。コンビニでバイトするときに、誰がね、顔出しが嫌ですって言いますか？誰が偽名で働きますか？不特定多数の人に毎日触れているコンビニの店員さんだって、そうやってるわけですよ。だから、YouTube だからって特別な空間でも何でもないですからね。これがね、20年前だったら YouTube は特別な空間ですよ。でも今は、当たり前のように YouTube が多くの人に見られて、おそらく YouTube を見ない人っていうのは、なんかいないんじゃないかなと思うんですよ。で、少なくともその中に本業として YouTube を取り入れてるんだったら、自分が隠れてる理由はね、あんまりないと思うんですけどね。もちろん顔出しをせずに難しいけども信用を獲得する人はいると思いますけども、そこまでのことができるかどうかってことなんですよ。で、私は最短で結果が欲しかったんで、全部自分の正直な表現をすることが最良だと思って、まさにそれが正解だったってことなんですよ。で、この分かりやすい正解を見せてるんですけども、なぜか顔出しをしなかったりね、なぜか名前をちょっとね、偽ってみたりとかね。それで、うまくいかないって言って、私の最短距離ではないですよね。だからそこら辺を考えていくと、隠れることのリスクってかなりでかいですよ。で、隠れた自分を表現することって、自分じゃない自分に信用が集まってるわけなんですよ。で、ここですよね。だから、その偽りの自分の表現を読めた瞬間に、全く市場価値は失われるってことなんで、偽り続けるしかなくなるってことなんですよね。もちろん映画タレントのように演じることが仕事っていうことで割り切っていくならいいですけども、そのタレントさんっていうのは日々偽ることを練習してるわけなんですよ。俳優さんも女優さんも演技することに人生をかけて365日それをやってるわけなんですよ。でもインターネットで登場するときは偽って、そうじゃないときは元の自分の姿、このバランスに頼る人はほとんどいないんじゃないかなと思うんですけどね。ですから、楽に稼いで楽に自分の人生を再構築しようとするなら、どちらかというと、顔出し名前出しじゃないかなと思います。っていうのが、私がそれ以外やってないんで、それを肯定するしかないですからね。これが顔出しも名前出しもせずに莫大な富を私が築いてるんだったら、いや、顔出ししなくてもいいんじゃないのっていう立場になりますけどね。だからね、顔出し名前出しにどうしても抵抗があるとしたら、顔出しもしてない、名前出しもしてなくって、巨万の富を築いてる人を探すしかないんですけども、そもそもそういう人に行き当たらないですよね。だって隠れてるわけですからということなんで、正解はどういうことかなっていうことを考えれば非常に分かりやすいんじゃないかっていうのが一つ目の、今回のね、アドバイスですね。もう一つは、やっぱ活動に休日を設けないことかなと思うんですよ。特に演出や演技が入ってないんだったら、どんな時間も切り取ることができると思います。最近私ね、パパ活っていうシリーズ作ってるじゃないですか、パパ活っていうと結構誤解されがちなんですけども、子供を育てる日々がまさにパパの活動じゃないですか。だからそういうので、キーワードフックもありますしね、アクセスのことも考えてパパ活にしたんですけども、けどそこには子供がね、こう走ってるところ笑ってるところの30秒とか1分の切り取り動画があるだけなんですよ。
ただスマホのボタンを押して、それで30秒ぐらいしたらスマホのボタン切ってみたいな。そこには何の台本もあのハプニングもなくって、そもそもね仕込みが全くないわけなんですよ。まあ、子供がねわーって言ってたりとかね、ワンワンとか言ったり、なんか意味のない言葉を発してるだけでもちゃんとシリーズになりますから、ここにも嘘偽りはないでしょ。しかも何の継続もないわけですよ。まあ子供がね、例えば食べこぼしがこうね服についてる状態で撮っても全く問題ないわけですよ。でも自分が出ようと思った時には、女性だったらねちょっとメイクしようかしらとかね、ヘアスタイルどうかしらみたいな感じで、やっぱりねハードルになるんですよね、うん。でもこういうふうに子供とかペットを移すってことは誰でもできるじゃないですか。でしまいにはね、車通勤の方は別に車載動画、ね、ドライブレコーダーだって別にアップすればいいわけなんですよ。ドライブレコーダーシリーズみたいな感じでね、もう結構そういうのもね人気ですからね。まあ、そんな感じで、なんかこう表現し続けることっていうのは、この顔出し名前出しだと非常に簡単なんですよね。でそこに演出入れなくていいんで、嘘偽り入れなくていいんで、格好をつけなくていいんでね。だから何らかの出演の前に準備がいるっていうのは、じゃあやめとこうかっていうふうなことにもなるし、もう一つ言うと、何ですかね、何か行動する前に下準備が必要であればあるほど負担になるんですよね。例えば動画を、アップロードしようと思って、じゃあ10分の動画ですって言って、私の場合はカメラの前に立ってボタンを押したら10分は始まるんですけども、ほとんどの方はいろんな下準備をしてね、台本こさえたりとかね、段取り取ったりとか、矛盾ないように考えたりとかして、いる時間も10分の外にあるわけなんですよ。だからトータルでなんかね2時間ぐらい作業をやってる気持ちになったり、心理的な拘束感が強いんですよね、うん。だからそうなるともう完全にこれはね負担との戦いになっちゃうんで、だからその負担から逃れたくてこっち来てるのに、さらにこっちに来てまだ負担を感じるみたいなね、まあ、本末転倒というか、そういうことではないんですよね。だから日々私がなんでね続けてられるのかってことと、まあ、雨が降った日にはちゃんと傘を差すっていう行動ですかね。できそうにないなーっていう時のために動画ストックがあったりとかねしてるわけなんですよ。でそういうこともあったり、そうですね、まあ、今日はこの2点にしておきましょうか。今日はこの2点にしておきますけども、ちょっとね、まあ、方向をせっかく YouTube に定めたのに離脱する方がとにかく多いんですよ。離脱するための理由としては大きなのがこの2つかなってところですね。もう一回まとめますと、もう非常にシンプルに言うとね、私の姿に、まあ、いわゆる憧れて、よしこういうふうに始めていこうと思ったんだったら、まあ、できる限り真似した方がいいですよ。なんか私とは違った表現になってくると、それは、目的とはかなりかけ離れてね、手段を一生懸命やってるってことになっちゃいますね。YouTube のプロになる必要はないんですよ。お金が稼げればいいと、短い時間でね、だと思うんですよ。時間かけないようにやっていくためにはそれなりの、まあ、工夫が必要なんで、今後もね少しずつお知らせしていきます。特に今 YouTube 強化月間ということで、毎日 YouTube の有料コンテンツを速稼塾の塾生さんに無料で開放してますんで、活用していただきたいと思います。まあ本当にね、思ったより簡単ですからね、思ったより簡単だから、なかなか成果が出ないってことは思っても見ないような方向に進んでるんですよ。まあ、そこを気をつけた方がいいかなと思いますね。私も別にね意地悪でね邪魔してるわけじゃないですから。最良の手段がこれほどはっきりと分かりやすく毎日のように表現してるのに、そうじゃない方向になぜかね皆さん行っちゃってますよ。それじゃあね、ただやっただけになりますんで、非常にもったいないと思います。あなたの魅力を最大限発揮してみてくださいということですね。もう長くなるとこの辺にしときましょうか。もうすでに長いって、すみません、いってらっしゃい。